調べろ。ここ？なになに？あ、なに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 ？なにこれ？は？いいえ、その通り。私はここのマスターだ。な、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 なにこれ？え？フォーサイド？何寝ぼけてるんだ？ここはムーンサイドだぜ。な、これ敵？敵？敵？ボーボーガロン。なにこれ？ 3。それやばいね。カウントダウンやばいね。3、2、1、ドカーンかな。あー、やめてー。倒して、早く。あー、よかった。あームーンサイド、こんなんだっけ？はい、違うわよ。私はここのママなのよ。な、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 なんなんだっけ、ここ。はいがいいえで、いいえがはい。ここ、ムーンサイドじゃ、それが常識。はいがいいえで、いいえがはい。逆ってことね。すーげー、きらびやか。ようこそ、ムーンサイドへ。ようこそ、ムー、ソ、ムーンサイ、ザイ、ザイ、ドへ。何言ってん？重い。ようこそムーンサイドへ。あー、ずっとおかしくなってる。いや、敵ー！怒りのプラグ。いや、なんか変なのいっぱいだな。これも3、2、1かな。あ、違う！放水攻撃。その全体攻撃さ、マジでやめてほしいんだよね。全体回復欲しいし。激しい放水。いやー、やめてー。あ、ぬいぐるみー、倒せ倒せ。はー、いや、もうもう敵の攻撃が強すぎてさ、きついんだけど。あ、間違った間違った間違った。ジェフ回復して、もう時計みたいなやつも戦っといた方がいいよね。失われし記憶。コチコチ言ってる。大丈夫かな。はいはいはい。お、ジェフレベル上がる。HP もうちょっと上がってほしいんだよね。わかるかい？いいえ。あと逆だから、はい。わからないのか。実は俺にもよくわからないんだ。多分ここってさ、もう来れなくなると思うんだよね。ハロー、そして、グッバイ。なに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 ？こいつに話しかけたらなんか飛ばされる？はっはっはっは？なんだ。あ、出らんない？え、なに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 ？ちょっとやだ。ハロー、そして、グッバイ。うわうわうわ、ちょ、待って。なんだあいつ。こいつも早く倒したいね。この全体攻撃がうざいから。はいはいはい。え、人形。あ、どっちかの人形が出てきたのか。俺の一番嫌いなものを教えてやろう。それはお寿司さ。あの色、あの匂い、あの味、あの舌触り。お前、よだれが出てるぞ。まあ、私の好きなものだからね。こいつに話しかけたら飛ばされるっていう感じだな。あ、なんだこれ。問題なし。マニマニの像なら、このすぐ先にある。だけど、俺が邪魔してる。眉毛がつながってて、金馬の男の一人も連れていないようなやつに、ここを通る資格があると思うなよ。は？眉毛がつながってて、あ、ポーキーの話？ポーキーのことかな。257、256、255、254、253。何か用か？何も用事がないんならあっち行け。今俺は数字を減らしているところなんだ。252、251、250。どういうこと？あー、危ないー。どうすりゃいいんだっけかな、ここ。
なに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 、こわ、時間止まってた超怖いんだけど。まあ、なんかここでしか取れないアイテムとかもあったりするかな。回復回復。ジェフ、敵多いな。いや強いよ敵が。ネス死んじゃう危ない。あ、プレゼントの箱ある。ダブルバーガー、多分絶対来れないからさ、ちょっと取り逃さないようにしないとね。まあとりあえずはこれでいいかな。で、おそれに触っておきたい。で、こいつ飛ばしてくるでしょ、どこ行くかな。グッバイ。下に飛んでった。お？ネスはプレゼントの箱開けた。闇のペンダント。なんだそれ。グッズ。闇のペンダント。説明。フラッシュ攻撃の光を吸収してしまう。吸収してしまう。それいいよね。それは何？これか。お、ディフェンス113。ジェフかな。いや、どうしよう。ネス死ぬのも困るんだけど。あ？あ、ネスしか装備できないの。あ、そう。じゃあ、ネスに装備させましょう。で、これいけないね。そう、なんかね、いけないんだよね。謎な透明ななんかがある。ハロー、そして、グッバイ。で、飛ばされます。あそこに、プレゼント。ハンドバッグのベルト。何これ。ハンドバッグのベルト。これ何？戦闘時、無知のように使うと敵にダメージを与え、少しの間動きを止めることができる。一度使うとなくなる。いるか、それ。ケッハ、モルタア、ケッハ、モ、ヌ、ラ、タア。銀色の大きな玉で、夏の国。黒焦げのあなたは、どっこい、大丈夫。私には見えるのです。誰？あ、そこにいるな。ちょっと待って、これ、多分いけないよね。うわぁ。ちょっと待って、飛ばされないとかな。これは何？スープが冷めないうちに、マニマニを何とかしないと。ナイフが冷めないうちに、マニマニを何とかしないと。ここにもアイテムある。ちょ、邪魔。ハロー、そして、グッバイ。するかい？いいえ。では、グッバイ。間違ったー！なんだこの絵。ここどこ？俺は今、暇で暇で、手が離せねえのよ。用事があるんなら、そこにいる俺の相棒に話しかけてみちゃどうだ？ほら、そこにいるだろうよ。この透明のやつ。え？あんたら、オイラが見えるのか？いい絵にすればはいなんだよね。忘れてた。ヒヒ、オイラが見えるってか。ヒヒ、あんたら立派なムーンサイド人だよ。え、ちょっと待って、いい絵にする？ヒヒ、オイラが見えねえってか。あんたらムーンサイド人じゃねえようだな。ヒヒ。早いとこ出ていきな。ヒヒ。は？それだけ？え、出れないよ。待って待って。は？出らんないけど。わあ、何積んだ？あんだってドアを探してる？そんなものはここにはねえよ。俺の暇を邪魔するやつはこっから出てけ。え？何これ。ヒヒ、オイラだよオイラ。あんたらにはオイラの姿が見えていると。なんだか面白そうだから、オイラも一緒についていく。心配すんなって。ヒヒ、あんたらがバトルになってもオイラ何もしねえから。何のためについてくんの？いや、見えてねえよ、今は。あ、何ここ。ヒヒ。あんたらには、オイラの姿が見えていると。
どうだい調子は。よくはなさそうだな。何かいるかい。まあいらない。でこれは休める。ホーテルダークムーン。眠らなくていいね。あはだからはいといえ逆なんだって。なんだこの音楽。まあ別に一回寝てもよかったか。おはようございません。ここムーンサイドの街はいつだって真夜中なんですよ。今夜のムーンサイドプレスにほーらこんなニュースが。マニマニはマニマニにいつもすべてのマニマニのマニマニがマニすべてママママニ。キモいキモい。受話器を取ったパパ。お前の銀行に。ここ大丈夫かな。はい、そのままでいい。記録する。あ、はい、いいえじゃないから大丈夫か。あー怖い。ここひっひ。なあおいあんたら、おいらのこの金馬羨ましいだろ。にかにか金馬。あ、じゃあこいつを連れていけばいいんじゃない。にかにかひっひ。ちょっと待って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 、ちょっと待って。ひっひ。なあおいあんたら、おいらのこの眉毛つながっててかっこええだろ。こいつを連れてけばいいんだよ。待って、ここに飛ばしてもらって、でここで飛ぶからの、こいつに飛ばしてもらって、で、あ、邪魔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 、こいつに飛ばされないで裏漢方で、あー違う、どこ、ドイツに話しかけたらいいかったんだっけ。グッバイするかい。はい、ようこそムーンサイド、ようこそ。あー、こっからまた多分出れないんだよね。飛ばしてもらわなきゃいけないのか。はい、グッバイしてまた戻ってきます。あ、いなくなってる。でこいつに出てけって言われて、分かってきたぞ。アイテム全部取ったかな。で下の方だね。あー敵いる。時間止められるのさ、音楽止まるからマジ怖いんだよね。あーやばい、攻撃が痛いよ。でドイツに話しかけたんだっけ。わかんないんだけど、あーやだやだやだ。お、ネースレベル上がった。あまり上がりづらくなってきたね。バーがここでしょ。ちょっと待って、確かこいつに話しかけたんだよね。でここのやつに飛ばされて、こいつに話しかける。あれ？で、ここに戻されるのか。で、ドイツかな？こいつかな？あー、違うかな？あ、そうだそうだ、合ってた！マニマニの像なら、おやおや、これは驚いた。眉毛つながりの金馬さん。こんなガキどもほっといて、バーボンでも引っ掛けに。さあ、行きましょうぜ。あ、よし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 。これで、戦うか？戦うかな？ちょっと待ってよ。ペンシルロケットをジェフに渡しておいて、これでいいかな。つきまとうな。わ、私は物取りなんかじゃない。違うの？前に見たことのある黄金像だった。これと戦うのか。マニマニの悪魔。ちょっと待って。雷使ってこないかな？大丈夫かな？PK フラッシュ。PK フラッシュ効くかな？ちょっと PK スペシャルにしよう。チェックしてみます。オフェンスが86、ディフェンス高いね。それだけ？パラダイシスってなんだっけ？ジェフには効果がなかった。121、そんなに効かないな。じゃあペンシル、間違った。
107。いやもう普通に攻撃の方がいいな。ペンシルロケット5を使っちゃいます。いけいけ。486。いいね。サイマグネット。あーそれはもうジェフに一生やっててくれ。いやまあ攻撃かな。打つ。45。弱いぞ。あペンシルロケットのおかげだわこれ。経験値すげー。ディフェンスなんと3アップ。 IQ なんと3アップ。お最大 HP が10アップ。いいね。さあこれで元の世界に戻る。マニマニの悪魔は幻影マシーンだった。幻影マシーンは破壊された。うん。で戻ってきたのかな。ネズミちゃん、お前遠くを見ているようなうつろな目をして倉庫の中を歩き回ってたぞ。夢でも見てたのか。え、あの広いところが何、ここだったの。それはやばいですね。何、もしもし、アップルキットです。変なものができたんですが役に立つかどうか。グルメ豆腐マシーンって言っていろんな美味しさの豆腐ができちゃうんです。でも今のところいちご豆腐しかうまくいかなくって。まあとにかくエスカルゴ運送のうっかり特急便、うっかり届けてもらいますから近いうちに着くと思います。おっと研究室の方が、じゃあちょっと取り込んでるんで失礼します。ということで話しかけたらなんか変わる？あーいやまあ変わらないな。なになに？はっ！キャーキャーキャー。私は宅急便ではありません。前にあなたと会ったか会わなかったか覚えていませんが、断食を終えたタライジャブ様があなたに会いたがっています。場所はどこどこ砂漠の西の端の方。あーなんか飛んでたね。いわゆる猿の多い洞窟です。じゃあ私はテレポーテーションで。失礼します。あ、あれじゃない、これ教えてくれるんじゃなかったっけ、テレポート。あ、ぶつかったな。